はい、来ました。笠戸島の奥、深浦です。何があるかというと、何もないという。映画祭があるという。本当に何もないというとこ？何にもないな。これですね。ね、もう、スムースクリミナルですからね。で、のぼるさんは飲む気満々と。もう飲んでるって。今日という素敵な一日に乾杯。はい、ということです。そしておそらく開会式はもう始まってるで。鳥がむちゃくちゃの気になったね。あ、鳥は何なんですかね、あれ。ションベンするな。ションベンするな、鳥。ションベンすんなよ。ラーメン屋に来るなり、ノションすんなよ。じゃあ行きますか。なんかもうやってるっぽいっすね。やってるやってる。ジミーちゃん。まあ深浦はめったに来ないですからね。うちやってはいなかったという。うちやってはいませんでしたという。ああ、どうも、お疲れ様です。来ましたって。なかなか、なかなか。はい。はい、会場はこのような感じですね。奥州町の映画祭、本部からご案内いたします。会場の皆さんに食べ物のご案内をしたいと思います。笠戸島の地元の皆さん方が新鮮な魚、魚介類を今販売していらっしゃっています。これから品目と値段を申し上げます。お腹の空いた方はタコ飯、タコのご飯ですが、これが1パック200円、タコ飯が200円。ここはゆらゆらしている深浦でございます。のぼるさんと一緒に来ました。アイハーバッペ。こっちから見ようか。神社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 。これよくあの酔ってる。気付けて。プーチンが来たところでも有名な。なんとかなんとかなんとかか。なんで鳥がこんだけ増えるのかっていうのは奉納してくからなんだよね。どんどん鳥を奉納しちゃうからどんどんこういうことになっていくんだ。ああ。でも。稲荷さんだよ。それは私のお稲荷さん。なんで変態仮面出てこないの。でもそんなに古いもんじゃない、稲荷信仰自体は。お、語るね。うん。いや、ちょっとおまけでこう白い狐があったら完璧にこう稲荷信仰だけども。ああ。割と最近のもんだな。あ、いや、お給書。給食よくわかんないけど、まあ神社系だな、これ。神社ですよ。ほら、やっぱ白い狐がある。あ、ほんまや。でも最近のもんだな、これ。割と白い狐がある。白い狐が見つけたり、緑のタヌキ。ちょっと面白かったんだ。いやいやいや、白い狐と緑のタヌキ、意味がわからん。意味がわかんない。ああ、でもいや、緑って割と出雲信仰の色なんだよね。なんかいろいろ喋っておりますね。あんだけビール飲んでたな。いや、行列が回ってきたぞ、行列が。そんなかなんかあるのか。行列中、待ち中チェッチが回ってきた。行列中卓球部。行列中卓球部。だからこれ、見ろ、奉納してってんだ、これ、どんどん。同じこと言ってるぞ、ここ。ああ、同じこと言ってる。カサドドッグまでこう。ああ、カサドドッグ。だから、鳥をどんどん奉納していく、こう、バカみたいに鳥ばっと増えていくっていこう。ああ。このお鳥を、お通りの中に何が言いたいか分からなくなってきた。ああ、木に締めたわ。うん。あ、フォーペン。何が言いたい、何が言いたいか分からない。こういうの意識だね、俺と。これが御神木ってやつだ。御神木来ましたね、うん。で、向こうでは祭りやってるという。なんで地蔵があるの？なんですかね。これで神木で中、本当の神道にはこういうお地蔵さんがあったらおかしいんだけど。だけどこう、本当謎だらけだ。謎だらけ。
もうこの世は不思議でいっぱいだ。はい。いや、まあとりあえずノリノリであるっていうこと。スムースね。はあって。懐かしいな。スムースクリームになる。なんか怪しくなってきてんだけど。雲行き怪しいですねこれ。